はい。アンケートありがとうございます。2016年9月30日5、5時、5時、朝、5時27分14秒。深夜さん。えー、吉田社長に聞いてみたいこと。個別、個人コンサルでいつもお世話になっております。こちらそお世話になっております。<laughs> はい。まあ、あのー、深夜さんはですね、ま、あのー、メールたくさんいただきまして、<laughs> たくさんというか、まあ、ほんとちょいちょいこの、あのね、あのー、 なんか僕思うんですけど、深夜さんをコンサルしてて思うんですけどあの、会社のコンサルになってんじゃないかなっていう、個別コンサルというか、会社のコンサルなんじゃないかなっていうね、思うんです。まあなんで、まあ、別に僕が分かる範囲であれば全然いいんですけど、逆に僕、すごいなと思います、本当に。あの会社の売り上げどうやって作るかっていうのを、あそこまで考えてくれる社員が、普通はいないですよ。 普通って会社に対してそこまでそ,そんなにじゃないですか普通の人だったら会社行くの嫌ですし仕事するの嫌な,嫌なので深夜さんはですね会社のこの売上どうやって上がるかみたいな真剣に考えてこうやってるのでこれはねまあすごいなと思いますはいまああの個人的なやつでも全然いいんですけどあのい,ただいてまあほとんどは深夜さんがいただくやつが あの会社の,の DM の件だったり、オファーの件だったりとか、会社の商品を売るためにどうすればいいのかみたいなご質問なので、はい。こちらこそ、なんかすみません <laughs>。はい。はい。まあちょっと、まあ聞いてみたいことというか、まあお世話になってますっていうことなので、こちらこそお世話になっております。はい。まあ今後ともよろしくお願いします。また何かわかんないことがあれば、ご質問ください。はい。えアンケートありがとうございました。